はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタードでは最後の主人公ヒューズをやっていきましょう。まあ、ヒューズはリマスタードで、新たに追加された主人公になりますので、やっていくのは初めてになります。ヒューズ、リージョン界の治安維持組織 IRPO の隊員。本名はロスターなのだが、切れると手が使えられない様子からクレイジーヒューズとあだ名され、そう呼ばれている。問題行動の目立つ彼だが、パトロールとしての使命感は強く、持ち前の洞察力と行動力により犯人検挙率は高い。今日も事件を追ってリージョン間を奔走する。 IRPO 事件ファイルナンバーなんちゃらかんちゃらかんちゃら。双子の術師事件というのは結末からすると正しくない。互いに命を狙う双子を放置してはおけない。彼らの運命を何とかしてやりたいって思うのも情ってもんだろう。その上、二人の身辺を洗ううちにマジックキングダムにまつわるとんでもない秘密が明かされたみたいで、ちょっと読めなかったんだけど勝手に進んでった。オーンブル、俺が行くの？サイレンスに情報を渡したのはあなたでしょ。リージョン間強盗団がオーンブルに逃げ込んだ。クーロンの情報屋と取引して手に入れた。ガセよ、さっきクーロン周辺の航路で貨物船が襲われたって情報があった。クソ、あの情報屋摘発しないでやったのに。何を見逃してあげたんだが、とにかくサイレンスを連れ帰って。オーンブルは厄介な場所だから。それじゃ頼んだよ。 IRPO のリージョンシップ、こういう感じなんだ。ルミナス、ブルーがいる。お尋ねしますが、私と同じ顔の術師を見かけたことは？誰だよあんたは。申し遅れました、マジックキングダムで術を収めたブルーと言います。ああ、魔術王国の。いや、同じ顔ってのは見てないね。それなら用はない。なんだよ、そっけないやつだな。すがすがしいくらい態度を豹変させやがって。待ちなさい、今は立ち入り禁止。え、これ何、どっち、ブルーかサイレンスか。え、いきなり選択肢が分かんねえんだけど。まあ、ちょっと声のする方向へ行ってみますか、せっかくだから。入ってった。誰かあの術師を連れ戻してください。パトロールして放っておくわけにもいかんだろ。全く。ん、もうここに来た。おい、ブルー、少しは他人の忠告を聞けよ。悠長にしている時間はない。俺は一刻も早く術の素質を身につけなきゃいけない。ルージュを殺す時のために。なんだって？資質はもう手に入れた。もうここに用はない。待てよ、とんでもないことを口走りやがったな、あいつ。終わった。え妖術の資質を得た。例のカードの件で面会の方が来ている。4枚のカードをもらった。いや、待たせたね。盾のカードが欲しいんだって。よく来るんだね、そういう奴らは。だがね、喜んでお渡ししましょうとはいかね。ここセリフ一緒だな。ってお前ブルーじゃないか。どっかで会ったか。だが私を知っているなら素性は分かっているんだろう。盾のカードをくれ。パトロールの活動に協力してもらわないといけない。フロンティア、え、ちょっと待って、仲間、え、スザク戦うのってか、戦わないでさ、今のとこ話が進んでんだけど。これは戦う？さすがに。そんなことなかった。結構な無茶をしたぞ。俺もあそこまでの苦境とは。これは約束のものだ。カードをあげましょう。盾のカード得たってさ、どっちが。一
ってしまった。なんであいつはあんな血眼で術の資質を求めているんだ。この手のことはヌサカンのやつに聞きに行くのが一番か。今度デートしようって。ヌサカンも知り合いなんだね。空論に来れたな。てか自由に動けんな。これどうする。仲間集められんの。ヒューズとか呼べ。まあ全然鍛えてないからね。一応ちょっと装備だけ整えとく。あれ、ヒューズって体術使いなの。なんか銃装備させちゃったけどさ、体術しか技が覚えてない。まあいっか、とりあえず銃装備させとこう。で、仲間集めができるかどうかが気になるんだよね。ちょっとスクラップへ行って、いるかどうかだけ見てみよう。酒場、おお、いるけど、まあ飲めよ。 200T260 連れていく。あれ、仲間になった。メイレンは連れていく。クーン連れていく。ゲンさん仲間にしたかったな。リュート連れていく。あ、マジか。まあ、T260 はね、装備させないといけないからだけど、メイレン、クーン、リュート、こいつらは強い。一応ちょっと装備整えよう。よし、オッケー。じゃあクーロンに戻りますか。あれ、これ普通にさ、ゲンさんも仲間にできる。いや、カードのイベントやってないけどな。まあいいや、とりあえず先へ行こう。またこんなものを仕掛けてやがる。次の方どうぞ。同じ顔の術師、知っている。双子である彼らは対極にある術の資質を奪い合っている。宿命の戦いに向けて。となると空術と呪術の資質も狙うってことか。そうなるだろうな。この世で一人だけが身につけることのできる二術、今の保持者を倒さねば奪えない。こんなことで犠牲者を出すわけにはいかない。先回りして保護する。ぬかさん、仲間なんの。キリン、ちょっと待って待って、何か言ってたけど勝手に進んでったんだけど、そんな暇ねえっつーの。無理やりだな。なぜ私の時を動かした。いいから一緒に来い。あーれー、レンがいる。地獄だ。どういう意味だよ。文字通り地獄が封印されている。マジックキングダムの地下には。だから一体何なんだよ、その地獄ってのは。楽園を模していながら恐るべき魔物が徘徊する人工のリージョン。おそらくは超古代文明の力を利用して作られた。それが今回の事件とどう関係する。キングダムの教授たちはいつ封印が破れて地獄が溢れ出しても不思議じゃないと考えている。だから切り札になる完璧な術師を生み出そうとしている。選別し殺し合わせて、ふざけやがって。マジックキングダムだけで型をつけようってのか、アホめ。要はその地獄に対抗する力があればいい。俺たちが加勢すりゃ双子に殺し合う理由はないぜ。あいつらを止めに行くぞ。お供しますよ先輩。あれ、サイレンス、結束変えてどうした。何、ブルーとルージュが。かっこいい。てかこれサイレンスの方に行ったらどう進んでたんだろう。勝ったのはブルー。お前はブルーなのか。あの瞬間ブルーが僕を貫いた時、僕はブルーに吸収された。今俺はブルーでありルージュだ。そして理解した。最初から僕たちは一人だった。分離させられていた。そうか。相反する術資質を備えた究極の術師を生み出すために。緊急通信ってか、
こんなところにまで電波つながんの？来い、お前の好き勝手にされた人生に別れを告げに行く。目的地に向かう場合はお声をかけください。え、ちょっと待って、領域を知るもの。ブルー入れたいは入れたいな。ちょっと見てみて、レン弱。まあ、使ってないからね。ちょっと一回術全部覚えてる。呪術と空術どこまで覚えてる。さすがにあれはないか。オーバードライブは。で、他は資質は得てるね。名術すら資質が。サクリファイス、リバイバー、この2つがあるのか。じゃあもうクーンとか用なしだな。ちょっとブルー整えます。てかあれか、キリンと時の君が仲間になってるからブルー資質ないんだ、倒してないから。そういうことか。まあでも全然強いしね。とりあえずこのメンバーでいきましょう。マジックキングダム、後戻りできません。え、ちょっと待って、いいや行こう。地獄を止めに行く。何か忘れている気がする。何、行こうキングダムへ。なあクー、何か忘れている気がするんだが。マグメルを救わなきゃ。それを忘れていた野郎。あ、なるほど、主人公ごとのイベントができんのか。 S 級任務、まあどうする。リュートとか、俺はモンドさんを止めたいんだ。これすぐに行けるってことか。地獄の君か。まあいいや、そのまま行こう。え、ちょっと待って、ああ大丈夫だ。よし、マジックキングダム行きましょう。崩壊しているすでに。レンガついてきてる。これが地獄。美しい。こんなものがマジックキングダムに隠されていたのか。これの尻拭いをさせるためにお前は殺し合う宿命を負わされた。どうする。俺はお前が背を向けて去っても構わないと思ってる。俺は地獄の根源を叩く。最後の術師となった責務を果たそう。分かった、俺たちは全力でサポートする。しょうがないとはいえ、お前から呪術と空術の資質を得る機会を奪った。凄まじい力が、どうや読めない。地獄を支配する存在。こいつをぶちのませば帰れるんだろう。絶対に帰ろうぜ。準備はいいか。まあ大丈夫だよね。ちょっとゲンさん仲間にしたかったけどな。音楽違くね。憂鬱、弱い。ただにメイレンか。メイレンゲンさんに変えたかったな。そうすると集中砲火しかないや。でブルーちょっと一回シャドウサーバントをかけるか。あ、まずリバイバからだな。リバイバでリュートで、リュートはもう無敵算数でいく。1200か、吸われた。ブルーの LP 貴重なのに。1200か、強いぞ。156か、終わってんな。ちょっと待って、これもしかしたら本当にゲンさん入れないと話にならないし、そもそもヒューズが弱すぎる。いや、メイデンとかどうすることもできないんだけど。リバイバー自分にかけとこう。ただ散水、もうこの2つだよね、ダメージ減になるのは。で3200、うおー、七死と。ってか強え。これあれか、まさに引
引き継ぎ前提だな。サクリファイス一回使おう。これは1244スマイル。混乱したか。一応携帯が変わったね。あ、そうか、これ携帯が変わったら通りやすさが違うんだっけ。あれなんだっけ、発生しちゃった。一応ロボにもかけとこう。4200。あ、そうだそうだそうだ。連続攻撃が。結局さ、ヒューズがあれ持ってるからね。ヒューズ鍛えとくべきだった。スターライトヒューズでね、蘇らせられるは蘇らせられるんだよね。ただ酸水1枚ですね。よし、通るは通る。ただちょっとダメージがまずい。死ぬんじゃないか。死んだ。リバイバー変え。ちょっとリュート集中的に食らってんな。いや、ゲンさん連れてくるべきだった。でヒューズはもう最高傷薬でブルーを回復して、リズムの攻撃で俺もう一回サクリファイスだな。今のところのタダン散水がつながってくれないと厳しい。ファイヤーバリア一体300くらうのか。携帯が勝った。これは術で攻めるか。あれが七死闘か、持ってる剣か。ちょっと強力傷薬でいいや。でここ重複、ムツキさん水一応使っとく。1200効かないよね。だいぶダメージが抑えられてんな。状態異常ちょっとつけとかなきゃ厳しいね。あれ効かないんだけど、調風も。でもう自分は回復薬だな。ってか本当に普通に傷薬でいいや。ただ十字調風切り返しでいいや。ちょっともったいない。あれ7000通ってんな。いやー、七人強すぎる。3700か。ちょっとなんだっけ、もうシステム忘れちったよ。これは技通るよね。竜と一回でもリバイはかけとかなきゃまずいか。まあまずは立て直そう。サクリファイス、ムツキさん水倒した。よしよしよし。お、生きている人たちがいる。よく使命を果たしてくれた最後の術師を。これからも我々は地獄の動向を監視し、全てのリージョンをこの脅威から守らねばならん。君がキングダムを率いてくれれば心強い。勝手を言うね、あんた方。俺がこいつの立場なら撃ってるよ、本当に。いいだろう、キングダムの復興に力を貸す。おお、だがあんたたちのためじゃない。これから目覚める子供たちを私のような目に遭わせないためだ。いいのか、ブルー。ああ、私はマジックキングダムを前よりも栄えさせてみせる。正しいやり方で。もしもまた地獄の封印が弱まるようなことがあれば力を借りに行くよ。当てにしてくれ。それがパトロールだ。めちゃくちゃ危険な任務だな。それからキングダムの復興の兆しが見えてきた頃、再興された魔術学校の校長にキングダムの指導者と兼任する形でブルーが選出された。選出されたって何。偉い人とかもう別にいないだろう。
たくさんの術師の卵たちに囲まれてあいつは笑っていた。心底嬉しそうに、楽しそうに。操作が。ジ・エンド。8つの物語。え、これでここまで戻されるの？そういうこと？え、どうすんの？次。え、一応ちょっと敵ランクも引き継いで。あ、これを引き継げばいいのかな。で、一応ヒューズクリアしたことになってんな。一人でもボスを倒せばいいのか。あ、ブルーニュイ、あれがついてる。色がついてる。そういうこと。事件ファイル、わからん。ブラッククロス壊滅。そうやって進んでいくんだ。ブラッククロスを壊滅させたのは俺たちパトローじゃない。たった一人の仮面のヒーロー。その正体は誰にもわからない。だからファイルにも残っていない。とある捜査線上に浮かび上がってきたシーファー商会ラビットの調べによると、その会社は実在しない。なのにそこの取引を続けるキャンベル貿易。これ早いね。キグナスをパイレーツに襲わせた。乗り込んできた俺はレッドって小僧とともに、まあ、こいつらを撃破。ブラッククレイ、ブラッククロスの戦闘シップ。こりゃ思ってたよりでかい山になってきたんじゃないか。というわけで、長いこと追っかけてきたブラッククロスの尻尾をつかめるかもしれない。ここは俺たちも連携して奴らを追い詰めていこう。みんな俺についてこい。私はずっとブラッククロスの幹部と見られる対象を追ってるよ。わざわざ集合をかけられて言われることじゃないね。おかげで捜査が滞ったよ。冷たい。いやでもきっと得られるものもあるからね。気球。いやいや協力してよ、ケダモ刑事。ちゃんと呼べ。はい、コットンさん。とにかくお前はクーロンの裏通りを頼む。ラビットには今日の捜査を頼む。やけに安定して麻薬が供給されてるって情報が入ってきてる。了解しました。それであなたは？俺はキャンベル貿易に出向く。社長の化けの皮を剥がいてやる。なるほど、そういうことね。ヒューズ234。ちょっとだけ鍛えられた。え、ヒューズ鍛えないとダメか。その方がやっぱ早いよね。レンがいる。これ仲間にできる？お前も手伝え。レンも弱いからな。でもレン仲間にできるんだったら、まあせっかくだったらちょっと使っていきたいっていうのはある。でイベント進めていくときに、まあ自由行動できるときがあると思うんで、そこで仲間を集められるっていうのが分かったんで、でただ仲間を集めても事件が1個終わると、まあ一旦エンディングを迎えて終了するというような感じですね。そうするとレッドもなんか引き継いで鍛えておきたい気もするんだけどな。まあいいや、とりあえずなんとなくヒューズ編つかめてきましたので、とりあえず今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。